日本の文部科学技官。文部科学省科学技術学術政策局長や内閣府政策統括官、内閣官房宇宙、開発戦略本部事務局長代理を経て、東京工業大学副学長、中央大学理工学部特任教授。東京都生まれ。1973年東京工業、大学工学部電気工学科卒業。 1975年東京工業、大学大学院理工学研究科電子、工学専攻修士課程修了、工学修士、同年科学技術庁入庁。1981年ハーバード大学ケネディスクール、公共政策専攻修士課程修了、MPP。1991年科学技術庁、研究開発局宇宙国際課長。 1993年動力炉、各燃料開発事業団国際部担当役。1995年科学技術庁、科学技術振興局国際課長。1996年科学技術庁、研究開発局海洋地球課長。1998年科学技術庁、科学技術、技術政策局計画、評価課長。2000年科学技術庁、科学技術政策局、 政策課長。2001年文部科学省大臣官房政策課長。東京大学工学部非常勤講師。2002年文科庁長,長官官房審議官。2003年文部科学省大臣官房審議官。ハーバード大学、ケネディスクール、日本同窓会副会長。2004年文部科学省大臣官房審議官。2005年文部科学省大臣、官房総括審議官。 同年文部科学省科学技術学術政策局長2006年内閣府政策統括官2008年内閣官房内閣審議官兼宇宙開発戦略本部事務局長代理2009年東京大学大学院工学系研究科非常勤講師2011年中央大学理工学部特任教授 2012年科学技術振興機構研究開発戦略センター特任フェロー2012年東京工業大学副学長2014年日本も振興協会幹事2018年大学基準協会公共政策系専門職大学院認証評価委員あなたの未来はどこに行くの倉前工業会 ABCD 研究者プロフィール中央大学パネリスト東京工業大学 AB 丸山武志ハーバード大学ケネディスクール日本同窓会ハーバードユニバーシティジョニーフ・ケネディスクールオブガバメント1998アランナイディレクトリベルナール C ハリスパブリッシングカンパニーインク P381 文科省人事研究開発局長に森口市政策局長には 丸山市原子力産業新聞2005年7月14日、第2291号1面、文科省新局長が抱負を語る日本、教育新聞電子版、2教ウェブ2005年9月5日2面記事、東京工業大学2012から2013新百8 8 1東京工業大学理事、副学長、丸山都市倉前工業会埼玉県支部、ありがとうございます。